このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は動物病院で置き去りにされたキジトラの子猫、へそ天で甘えて遊んで里親決定ということでですね、この子がジェニちゃんって言いますよ。まだまだ子猫ちゃんなんですけれども、ちょっと大きくなってきたかなって感じではありますが、撫でるとへそ天になってくれたでしょう。甘えたさんなんですよ。ただ今ね、ケージの上にいてるので降りてほしいなと思っておるところなんですけれども、お尻上がってるやん。かなりの鍵尻尾ですね。くるんって曲がっておりましたけれども、うん、スリーへそ天になってるし、めちゃくちゃ可愛いやん。実は3段ケージの上にもう1段ケージがあるんですよね。なかなか高くてね、大変なんですよ、撫でるのが。ちょっと降りてほしいなぁと言っておるんですけれどもね。なんかスリスリしとるけれども、降りる？スリってやんの？おもちゃ見せたらどうかな。子猫ちゃんなんでね、遊びたいと思うんですが、降りる？降りました。もう一度降りてくれると嬉しいかな。どうですか？どこを触っても怒らへん子やな。なんか撫でられんのが大好きって感じがするでしょ。足でタンタンタン。やっぱお尻上がっちゃうね。さあ、おもちゃをもう一度見せようか。じゃあ遊ぶ。反応はしてくれてるけれども、まだ降りひんか。あ、降りるかな。降りました。それでは遊んでいきましょう。かな。え、立ち上がる。一回転してるやん。なかなか激しい子やな。でコロンコロンしておりますよね。なんか周り気にするんちゃうよとして。もう遊ばへんの？なんか反応がすごく鈍ってるんやけれども。お膝おいで。来ない。お腹もふもふがいいかな。まあ撫で放題は嬉しいんですけれどもね、もう一回遊びたいな。撫でてる方がええか。かわいい顔してまたコロンってなった。遊ぶ。膝には乗らんか。やっぱ子猫だけに遊び出したら激しいけれどもね。立ち上がるやん。でも遊ぶ一瞬だけやな。なんか好きな遊び方とかあるんかな。ちょっと遊んでは距離取ってるけれども、今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。さあ遊ぼう。ガロン。あ、やっぱこの人の好きなんかな。まあひょっとしたら周りに猫ちゃんがたくさんいてるので遠慮してるのかもしれないんですけれどもね。それでもね、これだけ可愛くて甘えて遊んでくれるということで、里親さん決定しましたよ。よかったね。多分気を使ってしまう子なんでね、お家でゆっくりした方がね、たくさん遊んだり甘えたりできるかなと思うんですけれども、お尻どんどんも好きか。んころん。他の猫ちゃんにね、おもちゃ見せてると通り過ぎていきましたけれども、あ、横になる。あれどうした、どっか行っちゃう。ちょっと今はゆっくりしたいか。でも横になったね。
お腹すぐ見せてくれてね、甘えたさんやで。隣を見るとね、ウルティちゃんがいましたよ。ん？膝乗る。乗ってくれたと思ったらね、すぐ降りるんですけれども踏み台にされちゃいました。もう遊ばへんか？ありゃ、撫でるのもちょっと嫌か？どうしたんでしょうか？ごろん、急に遊ぶな。ジェニーちゃんのスイッチがわかんない。もう少しで遊ぶよっていう雰囲気見せてくれたんやけれどもな。遊んだかと思ったらまったりしちゃうし、どうしたんでしょうかね。ひっくり返っておりますけれどもね。お腹もふもふしても嬉しいんかな。かわいいやんか。これは里江さん毎日癒されると思いますよ。しかもね、お家になれたらもっと甘えると思いますし、もっと遊ぶと思いますからね。ひょっとしたらコロンコロンとかね、走り回ったりとかね、そういう姿が見られるかなと思うんですけれども、その辺はね、また里親さんが楽しみにしてもらえたらいいかなと思っておりますよ。まったりや。もう遊ばへんのか？ゆっくり遊びたい？お耳まん丸にして可愛いやんか。また遊ぶ。まあこういうゆっくり遊ぶのもいいですよね。遊びそうで遊ばへん。あーどっか行っちゃうか。ちょっと激しく撫ですぎたかな。どっか行っちゃうか。ん、膝乗ると思ったらどうしちゃうか。スタッフさんが猫部屋に入ってくるとお出迎えしてるような気がするな。ひょっとしたら里親さんがね、帰ってきたらね、玄関で待ってるとか、そういうこともあるのかもしれないんですけれどもね。意外と猫ちゃんってね、甘えたさんでしょ。ただね、我が家のクーちゃんと月くんはね、玄関で待ってるってことはないですね。まあ、お家に入ると様子を見に来るっていうことはありますけれどもね。ジェニーちゃんは見てるぞ。けど遊ばないか。あ、出ちゃうか。で、横になる。甘えてくれてるなぁ。ねえ、ほんと一瞬そっけない態度はするんですけれども、へそ天で甘えてくれましたよ。すごくね、癒されました。これからも保護猫ちゃんの可愛い動画どんどん配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。以上、保護猫カフェ猫の木さんでした。ジェニちゃん、幸せになってね。